こんにちはフィフィです北朝鮮が三十人もの中学生を公開の場で処罰したというショッキングな報道がありましたこれを韓国の大手メディアである朝鮮日報が報じています 理由は韓国から北朝鮮に飛んできた風船にくくりつけてあった USB メモリの中に入っている韓国ドラマを見たためだと言います、まあ、北朝鮮という国は本当に未成年に対しても容赦ないですからねあまりにも残酷ですちなみに少年たちが言い渡されたのは無期懲役や極刑でした北朝鮮では以前からこうしたことが行われていて 脱北者もそれを証言していますただ今回はわずか1週間の間に中学生が30人も処罰されましたこんなことは今までなかったそうですさすがに北朝鮮の人々もいたたまれない気持ちになったでしょうこれなぜ北朝鮮がここまでのことをするのかというと恐怖政治でもって人民を統制するためです また、外から情報が入ってくることで、北朝鮮がいかに遅れている国なのか、人々が貧しい生活を虐げられているのか、北朝鮮の人民は知ってしまいます。まあ、そうなると、ただでさえ食べ物がなくて我慢している北朝鮮の人々の不満が高まって、それが政権批判につながります。まあ、こうしたことにならないように、北朝鮮政府は今、必死になって、 外から国内に情報が入ってこないよう厳しく取り締ままってい今、まあ、何より今、金正恩総書記が恐れているのは、政権批判が活発化していくことです。自分の足元が揺らぐことを恐れています。今すでに北朝鮮の国内外では、体制批判を繰り返す勢力が現れて、活動し始めています。先月開かれた国連安全保障理事会では、 北朝鮮から韓国に亡命した男性が金正恩政権についてあんなのは腐敗と強制支配による統治であり長続きはしないと、まあ、そうした内容の演説をしていました。でこののの方、エリートの家に生まれた30代の男性で、 中国に留学した時に初めてインターネットを使って北朝鮮が世界から羨ましがられている国なんかじゃなくてもうそれどころか飢餓や弾圧など独裁者が支配する国だと気づかされたと言います男性は国連で北朝鮮の人民に「北朝鮮を自由と民主主義のある国に変えていこうと」とこう訴えていました。まあ、実はここのところ 反体制派の動きも激しくなっているんですね。国外に脱北した人たちが組織を結成して政権転覆を呼びかけたり、また北朝鮮の国内でも反体制の動きが出てきました。北朝鮮の初代最高指導者である金ソンの 宝石を称える石碑に牧獣のようなものをかける様子が映し出された動画が SNS に拡散されたこともありましたこれ海外を拠点に活動する新朝鮮という団体による抗議活動ですまあその他に海外に派遣されている北朝鮮の労働者が反乱を起こしたというニュースもありました 統制が少し緩くなったというか、まあ、そういうことではなくて、昔のようにはいかない状況になってきたということです。人民たちの金正恩政権に対する不満は大きくなっています。海外に派遣されている外交官や貿易担当者、また海外に留学している北朝鮮の若者たちの間にも、金正恩体制はおかしいと思っている人が増えていると言います。ということで、 北朝鮮当局は中国やロシアなどの大学に派遣している北朝鮮の留学生に対して学業を中断して一時帰国をするよう指示をしているそうです。北朝鮮の若者たちが海外で様々な情報に触れることによって反政権になることを恐れています。 北朝鮮では2020年から昨年春頃まで新型コロナの影響で逆に留学生は北朝鮮に帰国できないようになっていました。北朝鮮は十分なコロナ対策ができていなかったからです。海外から人が入ってくるとコロナウイルスが蔓延してしまいます。この頃も海外にいる北朝鮮の若者たちを招集して思想教育をする必要があったんですけど それが思うようにはできませんでした。ただコロナが落ち着いてきたので国外に出ている人たちへの思想教育を再開するそうです。しかもこれまでより徹底的な思想教育をしていくと言います。そのため北朝鮮政府は留学している若者に帰国するよう命じました。彼らは7月下旬に行われる会議にも出席しなければいけません。 この会議は金正恩総書記への忠誠を強化することを目的に開かれる会議です。これは北朝鮮の若者に対する思想の統制を図って若いエリート層が反体制になるのを防ぐための取り組みです。 海外にいる北朝鮮の留学生は主にエリートの家庭の出身です。彼らは海外で西側の思想に染まったり、女性関係などで学業をおろそかにするなど、まあ、愛国心が薄れていく傾向が強いんですね。まあ、そのため北朝鮮政府は彼らを一時的に帰国させて、こうして思想教育を徹底的にすり込ませようとしています。もしこの機会に、 思想教育が一定水準に達しないと判断されれば留学先に戻れない可能性もありますだから一時帰国を国から命じられているのにその命令に従わず留学先でどこかに消えてしまった若者もいるそうです北朝鮮政府から逃げているということですねあと北朝鮮は国内外に情報が流れることを恐れています 北朝鮮では今、携帯電話を持っている人が増えてきているんですが、北朝鮮当局が、携帯電話の端末での写真や動画撮影の取り締まりを強化しています。外部には知られたくないものが拡散されることや、海外へ流出することを防ぐためです。北朝鮮のスマートフォンですが、知能型携帯電話機と呼ばれていて、 制限はあるもののインターネットにつなぐこともできます北朝鮮で携帯電話を使用している人の数ですが統計によって差はあるんですけどおそらく400万人から600万人程度だと言われていますこれ2008年頃からどんどん増えていきました以前から北朝鮮では撮影に関して取り締まりはありましたがそれが最近さらに厳しくなっています 先月プーチン大統領がピョンヤンを訪問した時どうやら携帯で金正恩氏やその家族などがいるところを撮った人がいてこれが大きな問題になったなんて話もありますまあ社会主義の国あるあるですが北朝鮮では政府の施設や工場や駅なんかは写真撮影することはできませんあと道にいる貧しい人々を撮影することもダメです 外部に送るためかと疑われて厳しく取り締まられます。社会的に問題になりそうな場面の撮影に対しては特に厳しいんですね。昨年5月に韓国に逃げた脱北者の男性が今年に入って衝撃的な動画をメディアに公開したことがありました。スマホで撮影した動画でそこには道端に倒れた男性や 物乞いをする大人や子供の姿が映し出されていました。今年の3月には国連の会合でもこれが上映されてすごい反響でした。これ日本のメディアでも取り上げられていました。キム・ジョーン政権はこうした情報が世界にさらされることをとても嫌います。これが携帯電話で撮影されたということもあって最近になって突然 携帯電話による撮影や拡散に対する取り締まりが強化され始めました。つまり、この脱北者の男性が公開した動画が影響したということです。まあ、いずれにしても、キム・ジョーン政権がどれだけ国内の情勢を知られたくないと隠したところで、それが改善されない限り、人々の不満は収まりません。国を変えたい。 今の政権を倒したいという反体制の動きも収まることはないでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして PFE チャンネルの登録もお願いします